皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、2児の母の毎日忙しいモーニングルーティーンの紹介をしていきたいと思います。はい、めっちゃ眠そうで顔をむくみまくってパンパンです。起きてね、すぐ今までは洗顔とか歯磨きとかできてたんですけど、やっぱりちょっともう忙しいっていうのがあるので、まず一番最初に時間のかかる洗濯物からしていきます。ミルク飲み終わったのでぐっすり寝ちゃいました。寝てる間に娘のご飯、そして私のご飯を作っていきます。前までね、結構朝起きて一から作ることが多かったんですけど、やっぱりもう寝てる間にささっと食べ終えるようにしたいので、基本的に作り置きしたもの、それから、前日の夜に夜ご飯多めに作っといて朝に回すってことが多くなりました。あとはもうメインだけ、特にお魚とか焼いちゃえばいいので、お魚を焼いている間にいろんな家事をしたりとか、あとは娘の保育園の用意したりとかをしています。いただきます。冷蔵庫基本的に開けるの好きなので、開けてフルーツ食べたりとかチーズ食べたりとかつまんでます。行儀悪いですね、ごめんなさい。寝てる間に一番上の子のね、用意をしたり髪の毛をくくったりしてます。で、ひまもね、ご飯食べ終わって、ちょっと一人で遊びタイムに入るので、私は自分の、支度をしていきます。ウテナのコールドクリームを使って顔のマッサージ、フェイスマッサージしていきます。朝は顔がむくみやすかったりするので、しっかりと抑え込むようにマッサージをした後、このルナミニ2を使って洗顔していきます。化粧する前とかも基本的にやっぱ使ってます。ちょうど2ヶ月前に次女のメイを出産して入院したんですけど、その時にこのルナミニ2を持って行きました。夜お風呂入る時に使ってて、ミノルくんも愛用中です。洗顔終わった後は時間がないので、こんな風にパックをして家事をしたりとか、泣いた時にあやしたりとかね、してます。
はい、歯磨きしてきます。あ、みのるくん起きましたおはようみたいな感じですね。俺ちょっと今洗濯まだ間に合いますかみたいな感じですね。みのるくんがね起きてきたら、メイとひまのことを見てもらいながらみのるくんも用意をするので、その間に洗濯物をしていきます。はい、また洗濯物間に合わなかったので第2弾の洗濯物がまたありますね。保育園送っていきます。行くよ。車に乗ってる時は英会話の DVD を見ながら保育園に向かいます。まあ、一緒に歌ったりとかして楽しくねドライブがてら送っていきます。帰ってきたらもうすぐ掃除にかかります。時間がある時は本当に朝一で掃除できるんですけど、仕事でどうしても忙しい時は基本的に最近は夕方かな。撮影の取り留めをしていたので、あと編集だけっていう時は大好きな紅茶を飲みながら編集に取り掛かります。これがね、バタバタしてる朝のモーニングルーティンでした。またねナイトルーティンとか、あとはまあ、 あのとある一日とかもちょっとやってみたいなっていうふうに思うので楽しみにしてください。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。